徐々に明らかになってきたファイナルファンタジー11。しかしその世界観やキャラクター、そして戦闘システムはまだまだ謎が多い。そこで今回はスクエアのファイナルファンタジー11プロデューサーの田中宏道とディレクターの石井浩一氏に詳しくお話を伺ってみた。ゲームの中に、まあ、3つの、国、対立している国があって、プレイヤーがゲームスタートするとまずその3つのどれかに必ず所属してもらう。でその中でその国のミッションっていうものをこなすもよし、ただその国とは関係なく、例えば異なる国の間で所属している人たちが集まって、そのいわゆる敵対してる、まあ、モンスターを倒しに行く、そういうのも遊び方としてあると。だからそのゲームの世界設定に従って遊ぶこともできるし、そうじゃなくて、まあ、本当に冒険をするためだけに遊ぶ、どっちでも遊べるんで、まあ、非常にこう自由度は高い。今までのそのネタクゲームみたいにその新たにクエストが散りばめられてるというよりか、ある程度そのグループ分けがされてるんですよ、うちのやつは。その世界の流れ関わる話のメインシナリオと、その大きな3つの国の国ごとの視点で描かれていくそのミッションっていう、国に属してなんか指令を受けてこなしていくミッションっていうのがある。それである程度国寄りのその裏の話とかが垣間見える。で普通に今度普通の人の視点のクエストっていうのがあって、ちょっとしたイベントですよね。でそういうのが全て集合した形でうちのその11の世界って形成されてるんですよ。でそれを味わうことによって世界を味わえるっていう作りになってるん で今までのパッケージゲームだとシナリオをやることイコールゲームをクリアすることじゃないですか、じゃないですよね、11の場合は。 それからするとだからやっぱ基本的にメインは冒険することであるけど、そのシナリオをやることが全てではないっていう、みんなで一緒に味わおうよっていう位置づけでしかない。種族が全部で5種類、5種族あって、でその中にまあ、性別が男女あるのが3種族あるんで、トータル8タイプのボディで、それぞれについてその8種類のフェイスグラフィックがあって、で髪型が2種類、あと身長が3種類、まあ、初期の段階だから120ハットリとかそういうところからスタートしていきますけど、それ以外にジョブですね、これは狙ってるんですけど、ファイナルファンタジー1と同じ最初の選択肢、6ジョブの中から1つ選んでスタートする。そのスタートしたジョブでまあ終わりじゃないんで、これはまあやってのお楽しみなんですけど、新しいジョブチェンジのシステムは搭載していますんで、それは今言えません。パーティーの編成の基本としてはまあ6人をワンユニットとして、で今回その11ではそれを3パーティーまで連結して18人を一つの巨大なパーティーとして、これはアライアンスって呼んでるんですけど、そういうシステムがあるんで18人でその同時に一体の敵から経験値やお宝を配分できるという、まあちょっと どっちかというと大規模な、ええ、いわゆるネットワークゲームでいうレイドとかがやりやすいゲームになる。で100人がかりでドラゴン倒すっていうのもできちゃいますね。あんまり微調整みたいなのはできないですけどね、ゲームの中で出てくる装備とか結構個性が出てくるんだと思うんですよ。装備とかもジョブ変えたからガラッとコスチューム変わるというか、やっぱその単品で変えていくっていう装備の仕方なんで、だから頭だけなんかヘルメットかぶってしたロープのやつももしかしているかもしれないしっていう。だからモンスターとも感情は持ってますからね、要するにムッとして
より強く殴ってきたり、その種族のモンスター種族の習性としてこうしちゃうとか。実際フィールドを上げててそのモンスターとかって見える、ええ、配管してます、ね、配管してます、地平線の方実際って点が動いてるんですよ、夕日の中を近寄ってみるとこんなでっかいやつだったりして、うん、アクションではないですよ。やっぱりそのターゲットをカーソルで選んで、でオートアタックって言ってその武器と自分の素早さとかの ディレイっていう数値を見て、ある一定間隔で殴り続けて、で魔法とかアビリティとか使いたい、必殺技使いたいって言った時にコマンドボタンを押してそれを使用すると、それもある程度そのウェイトタイムをちゃんと見た上で魔法が放たれたりアビリティが発動したり必殺技を放ったりっていう。バトル中は移動できますよ、うん、立ったままで固定されて動けないとかいうことはなくて、一応移動しながらも戦います。で当然レンジが外れちゃえばオートアタックはしなくなっちゃうんですけど、だ常にその自分がターゲットしてるモンスターの方を見ながらオートアタックしてくれるんで、離れてくるんだ。そうですね、まあ、遊んでる感覚としては従来 の FF の戦闘に非常に近いんですけど、コマンドの選択の方法とか、ただそのなんで今回オートアタックを選択したかというとですね、やっぱりそのネットワークゲームの中心になるのってコミュニケーションだと思うんですよ。複数の人間が同時に参加してるとやっぱり人と自分では考え方の違いとか判断の基準が違ったりする場合があるんで、それはやっぱりコミュニケーションを取っていかないと勝てる敵にも勝てなくなるってことは往々にしてあると思うんですよ。だから一番やっぱり重要視してるのはコミュニケーションの部分です。ファイナルファンタジー11で最も重要なこと、それはコミュニケーションだと最後に田中博道氏は語られた。その言葉が示すようにファイナルファンタジー11の世界では確かに人と人とのコミュニケーションが非常に重要になってくるのであろう。オンラインへと進化を遂げたファイナルファンタジーの未知なる世界、そこではきっと新たな冒険が君を待ち受けていることだろう。